これだろうな。残念だが、奴なら戻らんぞ。俺と変わることは死を意味する。ダメ押しだ。そしてさらに、しかしまあそれも時間の問題だろう。不愉快だ、小僧。許可なく見上げるな。腕を直してやった恩を忘れるとはな。力以外の序列はつまらんな。お前の中の俺が終わろうと切り分けた魂はまだ18もある。おい、どうした。俺はこれなしでも生きていられるがな。小僧、そうもいかん。我々は共に特級という等級に分類されるそうだ。俺とお前がだぞ。もう終わりではないだろうな。嬉しそうだな。褒めてやろうか。だが呪力による治癒は人間と違い、呪霊にとってそう難しいことではないぞ。小僧の体物にしたら真っ先に殺してやる。三枚におろしたつもりだったんだが、やはり弱いな、お前。つくづく忌々しい小僧だ。心の中と言い換えてもいい。つまり、俺たちはまだ死んでいない。ならばその一分間誰も殺さんし、傷つけんと約束しよう。うざ。死ぬそこどうでもいい。恐ろしく早い、知れ者が。お前が条件を飲めば心臓を治し生き返らせてやる。よいよい、それならここで死ぬ。へ、呪霊といえど腕は惜しいか。呪霊の肉などつまらん。人は、女はどこだ。女も子供も宇治のように湧いている。素晴らしい王札だ。愉快愉快。教授も未来もお前の全てを捧げて俺に寄りすがろうと。何も救えないとは。そうだ、ほら頑張れ頑張れ。領域展開、福間水。